皆さんこんにちは、ドラマーの西賀康之です。今日は四肢のタイム感を揃えるエクササイズを紹介していきたいと思います。よくドラムは手足バラバラに動いてすごいなとか、そういう話になりがちなんですが、両手両足をこうドンと叩いた時に、一つの音になるようにすることが意外に難しい楽器です。それを、克服するためのエクササイズです。右手がフロア、左手がスネア、右足がバスドラ、左足はハイハットクローズ、それを同時にこう叩いて一つの音になるようにします。音量はなるべく控えめにして、3分間持続できるテンポを自分で見つけてみてください。今日は、テンポ120で、3分はできないので少し割愛してやってみます。フロア、スネア、口径が違うのでリバウンドも違いますが、スティックの高さは同じになるように。そしてバスドラム、ハイハット、足の裏とペダルが離れないように、よくこうハイハットなんかこうやってかなり離れて踏んでる人がいると思うんですが、個人的には足の裏とペダルが離れないで踏める方が、効果的じゃないかなと思います。では次のエクササイズは、手と足を交互に打つ練習です。その次はタド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 2小節やって、その次はドタ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 で、ハイハットは2拍4拍で踏みます。ではやってみます。フレーズがリバースするときに、足がタドタドドタドタというふうに2発続いて、ドタドタタドタドというふうに手が2発続くので、そこをスムーズにできるように練習してください。次は2発ずつやります。タタドドタタドド、その次はドドタタドドタタ、タタドドドドタタというふうにリバースするときに足が4発続いてしまうので、タタド1発抜いて、その次はドドタタ、手も同様にドドタダドドタダドドタダドドタドドあタタドドタタドドというふうに一発抜きます。ハイハットは2拍4拍で踏みます。ではやってみます。次は3発タタタドドドタタタドドド、その次はドドドタタタタドタタタドドドタタタドドド、リバースするときは足は1発にします。タタタドドドドタタタドドドタタタドドドタ、でも1発にします。ではやってみます。いかがだったでしょうか。足3発、手3発、こう2発の時も3発の時も両手がバラバラにならないように、こっちのハイハットがキープできるようにできるまで練習してみてください。では今日はここまで。じゃあね。
最後まで動画を見ていただきどうもありがとうございました。今後も継続的にこのオンラインドラムレッスンの方を続けていこうと思っています。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それと今回このエクササイズブログの方にもアップしていますので、ぜひブログの方もチェックしてみてください。よろしくお願いします。